イタイプラム、20世紀のメガプロジェクトの一例、シベリア鉄道の他1900年のロシア帝国、アジア地区の路線が19世紀の重要なメガプロジェクトメガプロジェクトとは非常に大規模な投資事業。通常は10億 US ドル以上で開発と構築に何年もかかり、複数の公共及び民間の利害関係者が関与して変革をもたらし、 数百万の人々に影響を及ぼしうる事業を指す。ただし10億ドルはメガプロジェクトの定義における制約ではなく、発展途上国などでは、もっと小規模な事業がメガプロジェクトとなりうる。従って、より一般的な定義をするなら、メガプロジェクトとは大規模な投資実現、大掛かりで複雑、そして経済、環境、社会への長期的影響、 という特徴を有する一時的な事業計画である。オックスフォード大学のベント・フライフ・ヨルグ教授は世界規模で見るとメガプロジェクトが世界の GDP 全体の8%を占めると述べている。メガプロジェクトは建設事業だけを指すのではなく高度な革新技術と複雑さを有する多くの先進技術的、社会経済的、組織的課題の影響を受ける。 予算数十億にも足し得る廃止事業についても言う。予算、後期利益の初期想定に対するパフォーマンスが一貫して、乏しいにもかかわらず、ますます多くのメガプロジェクトが提案されているという奇妙なパラドックスが存在するので、楽観バイアスや戦略詐称をなるべく減らすために、プロジェクト立案段階における熟慮が必要とされる。 メガプロジェクトは組織腐敗の影響を受けることが多く、費用の増加及び利益の低下につながる。欧州の科学技術協力機構コストによると、メガプロジェクトには極端な複雑さ及び納入不良の長期記録という二つの特徴が見られる。メガプロジェクトは地域社会、環境、予算、関連の高額費用に及ぼす相当な影響のため、世間から 多くの注目を集める。メガプロジェクトはまた、物理的な、非常に高額な公共物の計画としても定義できる。メガプロジェクトには、経済特区、公共建築物、発電所、ダム、空港、港湾、橋、高速道路、トンネル、鉄道、排水事業、石油及び天然ガス事業、航空宇宙産業、軍需産業、情報技術システム、 大規模なスポーツ競技大会、このほか近年ではウォーターフロントの再開発なども含まれる。ただし、最も一般的なメガプロジェクトは各種発電事業と大規模な公共交通インフラ事業の分野である。メガプロジェクトには遺伝学やバイオテクノロジーの世界で大きな進歩となるヒトゲノムの解析など科学研究インフラにおける大規模かつ費用のかかる 先進事業も含めることができる。ベントフライフヨルグによれば、一般的な経験則として、メガプロジェクトは、数十億ドル、一大プロジェクトだと、数億ドル、普通のプロジェクトだと、数百万、数千万ドルでその規模が測られるという、典型的なメガプロジェクトの多くで構築されている、論理が集団的利益である。例えば全員のための電気や、全員のための道路アクセスなどで、 それらは開拓地を開く手段としても役立つ場合がある。メガプロジェクトはトップダウンの計画振興や特定地域社会への悪影響などの理由で批判されている。大規模事業は多くの場合、ある集団の人たちには有益となる一方で、それ以外の人たちには不利益となる。例えば、世界最大の水力発電プロジェクトである中国の三峡ダムでは、 農民120万人が移住を迫られた。1970年代、一部西側諸国で起きたハイウェイ反対運動では高速道路建設のために建物を撤去する政府計画に反対する都市部のアクティビストが参見され、彼らはそうした撤去が都市の労働者階級に不当な不利益をもたらして通勤者に有益となる点を根拠に挙げていた。米国やドイツにおける 原子力発電所提案に対する反核抗議は、環境や社会的関心から開発が保留された。新種のメガプロジェクトは、その目的において従来モデルに沿わなくなっていると認識されており、全員に何らかを提供しているようなウォーターフロントの再開発計画など、非常に柔軟かつ多様性を持ちつつある。しかし従来のメガプロジェクト同様、新しいものも、また、 社会観光の多様性を妨害しており、都市の不平等と公民権剥奪を解決するのではなく再生産しているとの見解もある。メガプロジェクトの根底論理である集団的利益は多くの場合、ここでは個別化された公益という形に縮小される。インフラ主導の開発事業を支持する人たちは長期的な経済的利益を生み出すとして、 大規模プロジェクトへの資金提供を提唱している。一般的に経済を刺激する目的のメガプロジェクトへの投資は1930年代の経済危機以来よく採用される政策措置となっている。近年の例では世界金融危機を乗り越えることを目的とした中国の経済刺激策、欧州連合の刺激策、2009年アメリカ復興、斎藤司法などがある。 多くの場合メガプロジェクトは期待収益に基づいて資本調達するがプロジェクトが予算超過や時間超過することも多く物価などの市場状況は変化することがあるコスト超過の懸念は計画段階でメガプロジェクトに批判的な人たちから表明されることが多いベントフライフヨルグは説明責任不足とリスク共有メカニズム欠如のため 収益の誇張やコストの過小評価や将来の社会的、経済的利益を誇張する要因の存在を指摘している。仮にメガプロジェクトが政治腐敗と関係の深い国で実施された場合、予算超過の可能性と規模が増大することになる。メガプロジェクトの最も多い課題の一つが十分な資金確保である。アラン・アルト・シュラーとデビット・リベロフは長年にわたる 計画、承認、実施を通して資源確保のほか国民の支持を生み出し批判を緩和させ衝突を管理するには創造的かつ政治的に熟練した政治家の指導力が必要であることを発見した。これらメガプロジェクトの立案で直面するその他の課題には地域社会団体に権限を与える法律や規制、論議となった情報や方法論、不確実性の高さ、 近隣や環境への影響回避、そして厄介な問題の解決を試みることなどが含まれる。ありがとうございます。